厚木駅共同使用駅は、駅施設を複数の鉄道事業者が共用する、鉄道駅である。共同駅とも呼ぶ。同一地点に、複数事業者の駅が設けられた場合、事業者側から見れば、各駅で業務が重複して無駄が発生すること、乗客から見れば、両事業者の路線を乗り継ぐ場合に、それぞれの改札を一度ずつ通らなければならないなど、不都合が発生する。 そのため、一つの駅施設の管理を協定で複数の事業者が分担する、ないしは特定の一事業者に、その他の事業者が委託する事例が生まれる。これが共同使用駅である。共同使用駅は直通運転を行う事業者の接点となる駅や、複数の事業者による線路共用区間の駅でも見られる。直通運転における会社協会駅では、 駅の管理をいずれか一方の会社に委託する形がほとんどである。改札口から見た観点では、改札口を一つの事業者が代表して管理する駅の他に複数ある改札口を別の事業者が管理する駅、連絡改札口が存在する駅、改札口のみことなるが、改札内は共同である駅もある。なお、改札内が共同仕様である駅では、改札を通らない。 ノーラッチでの列車の理解が可能となる。入場券については、おおむね最低料金の事業者のものに統一されているが、一部例外もある。近年、特に、ストアードフェアシステム導入後は、直通運転に関係しない共同使用駅では、駅施設の工事等に際して改札口が分離される。事例が多くなったが、逆に改札口が統合された駅もある。 北米のユニオンステーションの一つ、インディアナ州インディアナポリスのインディアナポリス駅。画像の建物は歴史登録財指定の旧駅舎で、すでに駅舎としては使用されておらず、イベントスペースなどとして用いられている。現在は近接する高架下に駅施設があり、原則としてアムトラックの列車がもっぱら乗り入れ使用する。北米のユニオンステーションの一つ、 カリフォルニア州ロサンゼルスのロサンゼルスユニオン駅。アムトラックの他メトロリンク、ロサンゼルスメトロゴールドライン、レッドライン、パープルラインが乗り入れる。アメリカ合衆国を呼び、カナダでは複数の鉄道事業者が共同で利用するターミナル駅を合同駅、ユニオンステーション、またはユニオンターミナルと呼ぶ。ユニオンディーポと称するところもある。北米の多くの都市には、 都市名を冠さない、ユニオンステーションという名の駅が存在し、通常はその都市に発着するすべての旅客列車が発着する。ただしこれには例外もあり、シカゴにはユニオン駅を含め4つのターミナル駅がある。北米のユニオンステーションは駅に乗り入れる鉄道事業者が共同出資した企業が所有しているのが一般的であり、各社はこの企業に線路使用料を払って乗り入れる。 ただし今日では、鉄道会社の東配合や旅客列車本数の削減が進み、また長距離旅客列車の運行元がアムトラック及びビア鉄道に統合されたこともあって、ユニオン駅を名乗っているからといって必ずしも乗り換え駅や共同ターミナル駅となっているとは限らない。中には、ナッシュビルのユニオン駅のように、すでに廃駅となった古い駅舎の建物自体が、 ユニオン駅という名前とともに残っている場合もある。ありがとうございます。